い、マッシブ X の解説、今回で最終章となります。前回はですね、モジュレーターのエンベロープ LFO を中心にお届けしてきましたけども、今回はこの残り、かなりユニークで柔軟性に富んだトラッカー、パフォーマー、そしてボイスランダマイゼーションについて確認していきます。それでは最初にこちら、トラッカーを見ていきましょう。演奏表現を微調整して表情をつけるという場合にも非常に向いています。このように複数設定できる項目が用意されており、現在選択されている項目が適用されるという感じです。現在の音ピッチ、演奏されるノートのピッチです。例えばこれにですね、リバーブをかけたいといった際ですね、この場合ですね、全ノートに対して同じリバーブ量が適用されます。ミックスの解説でもよく出てきますが、低域にリバーブを強くかけてしまうと、どうしてもサウンドぼやけてしまいます。このような際にもトラッカー活躍します。ミックスの効果をゼロにして、今ですと何もリバーブがかからない状態ですね。そしてこのトラッカーを割り当てます。トラッカーの幅を決めます。現在ですね、ノートを演奏しますと、その演奏されたノートがこのようにガイドされます。この斜めのグラフがアマウント量、適用量になりますので、この場合ピッチが低いとリバーブ量が少ない、逆にですね、ピッチを高くするとリバーブが多くなると。こうしますとリバーブをかけた際、低域の濁りを避けることができます。これで聞いてみますと、今最も高いピッチがこちら D4 だとします。ここでもう少しリバーブが欲しいといった場合は、クリックしますとこのようにポイントを追加することができますので、ここをドラッグしてアマウント量を調整できます。このポイントは複数追加できますので、ある一定以上までいったら逆にリバーブをかけないのようなですね、複雑な設定を行うこともできます。でこのように一つだけのポイントですと低域に影響してしまいますので、もう一つ作ってこんな感じにしてしまうと、低域ではリバーブがかからない、この C3 付近からリバーブがしっかり適用されると。もう一つ例を言ってみましょう。新しいトラッカーに変えまして、設定をベロシティにします。これもノートと考え方は一緒で、現在演奏されているベロシティが横軸で表示されます。例えば同じ F だとしても、弱く弾いた時、そして強く弾いた時という感じでベロシティのみが表示されると。例えばこれをですね、ピッチに適用して極端に設定しますと、同じノートでも強く弾いた時は、そして弱く弾いた時、ベロシティによってのピッチ変化を行うことができまして、20半をさすがに極端ですけども、このようにわずかに値を変えておくと、演奏が強くなったら若干ピッチが高くなる、逆に演奏が弱いとピッチが低くなると、生楽器に近いような変化を与えることができますので、こちらを隠し味に入れておくというのも面白いんじゃないかなというふうに思います。次にこちら、パフォーマーを確認していきます。パフォーマーは楽曲のテンポに合わせて自在にモジュレーションカーブを描くことができるという点が特徴です。最大ですね、1から8、8小節間のカーブを描くことができますが、こんなに必要がないといった場合は、この部分ですね、ドラッグして範囲を指定することも可能です。こうしますと2小節、前を詰めることもでき、このままですね、ドラッグで移動も行えます。適用方法は他のモジュレーションと同様に、このように目的の箇所にドラッグするという感じです。今回ですね、このような伸ばしのフレーズに対してボリュームを変化させてバッキングを作りたいと思います。オシレーター1と2、両方使用していますので、こちらマスターのレベルに適用します。あとはこのようにドラッグしてモジュレーションの範囲を決めますけども、バッキングですので無音の部分、音が鳴っている部分を分けたいです。一旦レベルを0にしまして、上にドラッグして変化の幅を決めます。このオレンジのお尻がパフォーマーの最大値となります。この時把握しておきたい概要として、こちらバイポーラとユニポーラ、現在の基準値は0になっていまして、このパフォーマーでは中央に値します。ボリュームが0ということはこれ以上下がりようがないので、このマイナス部分は不要になります。このような際は単極のユニポーラを使用した方が分かりやすいです。現在のパラメータ値が一番下になりますので、エディットが行いやすくなります。逆に基準を中央にしてマイナスな値にも行きたいといった時は、こちらバイポーラを使用すると、中央で現在のパラメータ、一番下に下がりきるとグレーのお尻、一番上に行くとオレンジのお尻ということになります。それではレベルを下げまして、こちらユニポーラにします。あとはエディットを行っていくんですけども、もう少し拡大した方がエディットしやすいです。そういった時はこの下部分ですね、ここをドラッグすることでズームインまたはズームアウトを行うことができます。現在8分音符でステップが分かれています。この部分をクリックするとこんな感じで16分、32分と切り替えることができます。このエディットを使ってカーブを描写していくという形ですね。ボリュームの範囲を0から最大にして、もう少しですね、極端に書き込んでみます。そうしますと、
ボリュームのカーブがこのモジュレーションの通りで動くと。通常の編集はクリックしてポイントを追加。あとはドラッグして値を決めると。このライン上をドラッグするとカーブの傾斜を微調整することも可能です。かなり細かなニュアンスも表現できますね。他にも様々な形のエディットツール用意されています。基本的にこの見た目通りのカーブとなりますが、クリックしたままドラッグすると連続してカーブを書き込むことができます。こんな感じで非常にトリッキーなフレーズも生成できます。これを駆使してパターンを作っていくという感じですね。またパフォーマー一つに対して最大12パターン作成することができます。この数字をクリックして各パターンを変更可能です。1から12、これはMIDIノートのキースイッチに対応しています。C のマイナス2、ここで一つ目のパターン。2つ目以降は半音ずつ上がっていくという形です。演奏内に目的のパターンのMIDIノートを打ち込むことで、再生時に指定したパターンが自動的に切り替わります。それではパフォーマーのパターンをハイパスフィルターのフリーケンシーに対して適用してみます。このように2番を選択します。同じように書き込んでいきまして、再生と。このようにフィルターを使ってバッキングを作るという方法も非常におすすめです。そして最後のモジュレーション、VR、ボイスランダマイゼーションについて確認していきます。これは言葉通り、パラメーターにランダムの変化を与えるというものです。例えば今、楽曲の中でこのようなフレーズ、繰り返し演奏しています。現在ベタ打ちの状態でちょっと面白くないので、この VR を使ってランダムの変化を与えていきます。この VR を目的のパラメーターに割り当てます。他のモジュレーションと同様に、値を変えなければ変化はありません。例えばこれを20半音に設定して C3 を演奏したとします。毎回20半音以内で異なるピッチが演奏されます。このような形ですね。もちろんこのままですと楽曲のピッチと合わなくなりますので、これをわずかに入れます。その他音の長さですね。一度サスティーンを0にして基準の長さを作ります。このように基準の長さを指定しましたら、この値をランダムに変化させます。同様に上下ドラッグしてランダムの範囲を決めます。こちらも多く取りすぎますとばらつきかなり大きくなります。そのため自然になるところを探して適用します。他にもフィルターやボリュームなどですね。こうしますと、連続したイベントだとしても毎回違うサウンドを得ることができますので、繰り返しによるマンネリ感を防ぐこともできます。全体で聞いてみましょう。アナログシンセの揺れなんかもこのあたり再現できるかと思いますので、ぜひフレーズの表情をつける際にご使用いただければと思います。はい、といった形で複数回にわたってマッシブ X の解説進めてきました。非常に多機能、使いやすく進化を遂げたマッシブ X、各機能を使いこなしていただいて、ぜひ楽曲作成お楽しみいただけたらと思います。この動画が参考になりましたらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。今回もご視聴いただきありがとうございました。